そうすると黒川さん自体3年前から特定の記者と月 1,2、うん、回程度賭け麻雀を継続しており、およそ、ハイヤーの、まあ、接待も受けていたということは、認めているという話だったんですけれども、森大臣、それなのになぜ懲戒ではなくて訓告なんですか。うん、はい、森大臣、その通り。事案の内容と初犯の事情を総合的に考慮し、適正な処分を行ったものでございます。委員長。はい、山本さん。はい、森大臣、もう説明する、ね、意欲を、まあ、今突然なくした答弁なわけですけれども、検察の信頼回復させるために本当は辞めたいけど残るんでしょ。だったらちゃんと答弁してくださいよ。志奈さんの資料にあるように人事院の指針は賭博をしただけでも減給または戒告、常習だったら停職、ちゃんと国交法上に位置づけられた、そういった処分が決められてるわけですよね。ましてや黒川さんは検察官ですよね、検事長ですよね、戦後初めて定年延長されて余人をもって代え難いと評価された検察ですよね。その人がこうやって自ら3年前からの賭け賭博を認めている状況が明らかになっていて、どうして国交法にも当たらない訓告で足りると考えたのか、実質的な理由をきちっと国民の前で説明してください。はい、大臣。大臣、大臣、丁寧にご答弁を申し上げてまいります。事案の内容と初犯の事情を総合的に考慮したというふうに申し上げましたけれども、前例で、賭け麻雀についてですね、問題になった事案でありますとか、さまざまな事案を参考に、今回の事案の初犯の事情を考慮し、例えばレートでありますとか、本人の態度等をですね、総合的に考慮し、処分したものでございます。はい、山本さん。じゃあ、レートはどうだったんですか、態度はどう認定されたんですか、大臣でも刑事局長でも結構。はい、どちらが答えられますか。はい、川原刑事局長。今、大臣が今回の処分を決めた理由について、概略はご答弁されましたが、私、ちょっともうちょっと詳しくご答弁させていただきたいと思います。まず、麻雀の関係でございますが、その今回の一連の麻雀行為、すなわち、先ほど申し上げました今年の5月1日と13日以外はですね、そういった状況で麻雀を行っていたということは認められるんですが、具体的な日付を特定して事実の認定するには至っておりません。ただそういった状況であったということを認定して、その中でそういったことも考慮して、処分を決めているわけですが、この処分対象事実、そういった中の処分対象事実となった5月1日、13日の麻雀というものにつきましては、これは旧知の間からのものの間で、レートはいわゆる天品、これは具体的に申し上げますと、麻雀の点の1000円点を100円と換算するものでございまして、これはもちろん賭け麻雀は許されるものではございませんが、社会の実情を見ましたところ、必ずしも高額とまでは言えないレートだ。はい、山本さん。まともな調査もね、尽くさずに出てきた、表面上の事実をピックアップをして、そして、人事院の基準よりもよほど軽い処分で終わらせて、それについての理由も説明しないという状況で、法務大臣、どうやって森大臣自身が検察の信頼を回復するつもりなんですか。はい、大臣。人事院の基準については、それに当てはめる過去の先例等も調べた上で、法務省においては、賭け麻雀については、この賭博による減給または戒告に当てはめられたことはないわけでございますけれども、懲戒処分以外の処分を受けている例等がございますが、そういったものも参考にしつつ、今回の、先ほど言った例等でありますとか、その他の事情を考慮して、処分を決めたものでございます。
はい、法務大臣、確認したいんですけれども、今されている事実認定において、この黒川検事長の賭け麻雀がね、罰金50万の賭博罪とか、あるいは懲役3年もあり得る常習賭博罪、こういった、まあ、罪で、過罰的違法性が存在する可能性はあると考えてるんですか、ないと考えてるんですか。はい、大臣。今、委員より刑法の賭博罪の製品についてのご質問があったと承知しますが、刑事処分については、捜査機関が、法と証拠に基づいて、判断するものでございまして、法務省としてお答えをする立場にございません。はい、山本さん。ちょっと私、まずちょっと一点お願いしたいのは、調査結果ということで、1、2、3、4と出てるんですけれども、今、これ の書かれてない調査結果というものも、それぞれの答弁から出てきましたので、ちゃんとその調査結果を紙にまとめて提出していただけますか。五国理事会で協議して、はい、森大臣、最後にお尋ねをしたいと思います。制度論に入れませんでしたけれども、森大臣、今回、責任を痛感していると言っている、まあ、私も本当にそう思いますよ。検察官逃げたをはじめとする森発言で、検察官の信頼を失墜させたのは森大臣だと思いますし、あるいはその森大臣自身の戦後初めての定年延長人事は大失敗に終わってるわけです。で、しかもその失敗を、その当時の判断としては正しかったというふうに認めていないわけですから、これからも同様の失敗をされると思います。そういう意味で森大臣、ご自身の責任の取り方って、大臣を辞めること以外にどういう責任の取り方があり得ると考えているんですか。最後にお答えください。教えてください。はい、大臣。はい、私自身の職責についてご質問をいただきましたが、自らね、全うできる自信のない大臣に法務大臣を続けさせるほど、やっぱり日本の社会ってそんなになんて待ってられない状態だと思いますので、ぜひ考え直していただいて、ご自身で辞任をしていただきたいということを強く要求して終わりたいと思います。